皆さんこんにちは。今日は4月の21日です。今日もイタリア在住の主婦がイタリアのテレビ番組とか YouTube、 そして日本の YouTube から得た情報でおしゃべりしたいと思います。本当に普通の一般主婦の雑談ですので、軽く聞き流していただければ幸いです。特に話す情報は裏を取ったわけではなくて、全部二次情報で私が考察して勝手におしゃべりしている話です。で、早速ウクライナ情勢のことについてのお話なんですけど、最近イタリアのメディアなのでテレビでの報道の仕方が少しというか、だいぶ変わってきたかなっていう感じがするんですね。それは私は本当にいい傾向にあると思っています。以前はもうロシアが悪、プーチンが悪っていうことの一色の報道だったんですけど、最近それが随分変わってきました。 70% のイタリアの一般市民はウクライナに兵器を送ったことに対して反対してるっていう世論が出てきたっていうこともあるのかなと思っています。で、そのテレビなんかでもよく話されるようになったのは、実はこの問題はウクライナの戦争はアメリカとロシアの戦争であるっていう見方がとてもよく討論されるようになりました。以前からロシア側の視点を話す人は少しは出ていたんですけど、その話す機会が少しはあったんですけど、随分話を遮られていたことが、最近はもうちょっとロシア側の視点の話を聞こうという姿勢が、そのトーク番組の中でも見られるようになりました。そう。イタリアではね、何回も言ってるんですけど、毎日のように討論番組があるんですね。で、その討論番組っていうのは、もう毎日のように3時間ぐらいやっている討論番組なので、嫌がおうにもいろいろな情報を討論しなければいけないことになるので、その中では必ず、ロシア側の視点を話す人が出てきて、以前は随分限られた時間の中でしか話をできなかったものが、最近はもうちょっとその話の時間が長くなってきたかなっていうか印象を受けています。トークショーですよね。要はその中では、実はアメリカが戦争を仕掛けているっていう話が特に討論されるようになりました。実際このウクライナ情勢っていうのは、アメリカが戦争をしたくてしたくて仕方がないっていうようなバイデンの発言なんかが最近目立っていますよね。イタリアとしても実際に戦争になってしまうと困るのはアメリカではなくてヨーロッパ諸国なんですよね、どちらかというと。なのでちょっとブレーキを踏みかけているのかなっていうふうな印象を受けています。本当にそのバイデンが言うように、どんどん武器を提供して、でウクライナにもっと踏ん張ってもらって、もっとそれでロシアを怒らせて世界大戦になれば、得をするのは誰なのかっていうことを考えると、それはもうアメリカしかないっていうことになりますよね。なので最近はそのことに言及するテレビのトーク番組、討論番組も増えてきたような気がします。ここで戦争をどうやって止めたらいいのかっていうのをみんなが真剣に考えるようになった、その姿勢はテレビでも、その戦争を止めるにはどうしたらいいのかってことを考えている姿勢に変わってきたなっていうふうに私は考えています。 YouTube で見れるテレビ番組なんかね、ちょっと何回か見たことあるんですけど、ちょっと日本の報道はひどいですよね。で、おそらく日本ではイタリアみたいに両側が毎日のように出てくる討論番組っていうのはあんまりないと思うんですよね。なので、日本の人たちが洗脳されてしまうのはしょうがないのかなって思うんですよね。私もなんかその父親なんかと話してても思うんですけど、日本のメディアの偏った情報は随分ひどいなって思いました。これ本当にね、日本人の方を責めているわけではなくて、報道機関は報道機関で、テレビにしても NHK にしてもだと思うんですけど、上からの指示を守らなければいけない構造になっているので、それに忠実に守った報道をしているわけで、その各個人が悪いというよりも、その報道のシステム自体がもう全部、汚染されているような状態なのかなって予想するんですけど、とにかく日本の情報は偏っているのがあまりにもひどいなっていうので、何度かその YouTube で日本のニュースだとか、あとはその一般的な日本の、なんていうのかな、報道番組、ロシア悪、プーチン悪っていうことで全く話されていないことが多すぎて、それがびっくりしました。これなら、ほとんどの人は洗脳されてしまうなって思うんですよね。とにかくね、一番厄介なのは
絶対に洗脳が解けない人っていうのはテレビは嘘をつかないと思ってるってことなんですよね。でそこがもう本当にあまりにも洗脳が深くて、まあこれはしょうがない部分もあるのかなと思うんですけど、まずその洗脳が解けないとテレビと違うことを言っている人の意見はもう完全シャットアウトしてしまうんですよね。その自分で考える前にテレビと違うことを言っている人に対して頭狂ってるっていうような見方をしてしまうみたいですね。テレビが嘘をつかないっていう洗脳を解くためにはどうしたらいいのかっていうのがね、本当に私もわからないです。テレビは本当に大嘘をつきます。なぜかというとテレビには必ずスポンサーがいて、こういうことを言ってくださいっていうことを言われるシステムになっているからです。まあこれはちょっと雑談なんですけど、テレビがほとんどやらせであるっていうことに私は早いうちから気づいたんですけど、それ大学生の時だったんですね。大学生の時にあるクイズ番組に出たんですけど、その時にまあ打ち合わせでね、そのクイズ事前にクイズの問題を事前に教えてもらっていたんですよ。ということでもうその時点でテレビがやらせだっていうことに気づいたんですね。あと私イタリアに来てからなんですけど、まあ、カメラマンとして働いていた時に雑誌のための取材をしたことがあるんですね。で写真を撮って記事を書いたんですけど、まあ、私が書いた記事はね本当に都合がいいように書き直されていました。なので事実は重要ではなくて、その雑誌の都合がいいように、まあ、全部書き換えられていたんですね。そういう事実からを見ても、私はそういう意味でそのメディアは嘘がたくさんあるってことをすぐに気づくことができたんですけど、テレビが嘘をつくわけがないって思ってる人に関しては、ましてや NHK の言ってることだとかニュース番組なんかで真実ではないことを報道しているなんてとても考えられないと思うんですね。なのでその部分の洗脳をどうやったら解けるのかっていうのがね、本当に問題だと思うんですけど、この動画を見ている人はね、ほとんどはもうすでに私の意見に同意してくれている人たちがほとんどだと思うんですね。中には私のこういう発信に対してものすごく攻撃をしてくる人がいるんですね。なのでそういう人たちは、まあ、私の話なんかに聞く耳を持たず、それはもともとテレビなんかで伝えられている情報と全然違う話だということで、まあ、私の方が気違いで私の方が洗脳されているっていうものの見方になってしまっていると思うんですけど、そういう人たちの心というか頭の中を開くにはどうしたらいいのかっていうのは大きな問題だと思うんですよね。まあ、全ての人は戦争なんかしたくないと思うんですね。でも、その好戦的になってしまう人が一定数いるようで、それは性格の問題なのか物の考え方なんでしょうかね。好戦的になるっていうのはどちらか一方に加担すること、これが好戦的になることだと思うんですね。で平和を望むっていうことはどちらにも加担しないことなので、部外者は部外者のままって言い続けることだと思うんですね。どちらかに加担するのではなくて平和に解決するように誘導していくのが部外者がやることであって、どちらかに加担することではないですよね。どちらかに加担することっていうのは好戦的戦争を支援しているっていうことになると思うんですね。ところがその今ほとんどの国が、西側諸国はほとんどウクライナに加担していて、でロシアは悪だっていうことで、それを仕向けるプロパガンダになってるわけですよね。なのでこの戦争は本当に、戦争を仕掛けたい勢力、これは本当にアメリカの政府だと思うんですけど、バイデン政権が中心になって仕掛けている勢力ですよね。それが戦争したくてしょうがない。なぜかというと戦争するとすごく儲かるからですよね。でその人たちがこう組織的に組んでやっていることで、それはロシアの弱体を狙って戦争を仕掛けたいんですよね。なぜアメリカがウクライナを利用して戦争を仕掛けたというと、ウクライナではもともと反ロシアと親ロシアがすごく対立していたからだと思うんですね。それでアメリカがその状態を利用してロシアと戦争になるように仕掛けたものだって私は解釈してるんですけど、まあ、この問題は、この世界的な問題は、まあ、一般人は全然関係なくて、本当に政府が勝手にやってることであって、だからこそこの紛争が起こっているからといってロシア人を憎んだりとか、そういうのは全く私は間違っていると思うんですけど、なので私ここでも強調したいんですけど、私が、まあ、この戦争を仕掛けているのはアメリカだと言っても、アメリカ人
ということではなくて、アメリカ政府ですよね、一部 の, その巨大な勢力を握っている人たちの問題であって、だからそこを誤解しないでほしいんですけど、アメリカ政府で、そのアメリカ政府っていうのはロシアの弱体化を狙っているんですよね。だから戦争を仕掛けたい、ウクライナを利用してロシアと戦争をしようとしている、そういうことだと思うんですね。まあこういうことは、あの今イタリアのテレビでもその討論番組の中では討論されるようになりましたので、まあこの YouTube でも言っても大丈夫かなって思うんですけど、その本当に悪いのは誰かっていうことを、市民が分かって理解して、それでその本当の悪を悪いと思わないといけないと思うんですけど、でも騙されてしまうんですよね。まあアメリカは、まあ、Google も YouTube も、まあ、そういう大きなほとんどのメディアも全部握ってますよね。なので自由にコントロールできると、そういうメディアをコントロールして、一般市民を彼らの都合がいいように誘導していく、そういうふうにして私たちは騙されてしまうんですけど、それをなんとか見破って、私たちは平和的に居続けないと、戦争を支援してしまうことになってしまうと思うんですね。ということで、特にね、日本のメディアは本当にイタリアよりもひどいなと思ったので、今回はね、ぜひこのことを強調してお話ししたいなと思いました。まあ、私の方で日本のメディアが隠していることを、まあ、ここでまとめて簡単な言葉で簡潔にお伝えしたいなと思いました。で、まず一つ、よくメディアがロシアが侵攻したからロシアが悪いと、どんな理由があっても他国に侵攻してはいけないっていう理由なんですけど、メディアで話されないこと、それは2014年からドンバスで内戦がずっと起こっていて、それはロシア軍がやっていることではないということですよね。誰がやってるのかって、そこで何が起こっているのかというと、ロシア系のウクライナ人が虐殺されてきた、1万4000人も虐殺されてきたっていうことですね。誰に虐殺されてきたのか、それはネオナチ、つまりウクライナ軍なんですね。まあ、私のこの動画を見てくれている方はほとんどすでにご存知の方が多いと思うんですけど、中にはそんなこと嘘だ、これはロシアのプロパガンダだっていう方がまだいると思うんですね、たくさん。で、その方はね、まあ、証拠画像として、フランス人のジャーナリストが作った動画があるんですね。それはまあドキュメンタリー動画みたいな感じで1時間ぐらいの動画なんですけど、2016年に作成されたもので、ドンバス地方でされていた虐殺を市民に直接インタビューしている動画なんですね。で、それぜひ見ていただきたいと思うんですけど、それはチャンネル名はまたたびの羅針盤4っていうところで検索して、ドンバスのドキュメンタリーありますので、アンロール・ボネルさんっていう方のドキュメンタリーです。なので興味がある方は、見てみてください。これはかなりね、リアルな現実が見れる動画だと思います。これ2016年に作成されたものなんですけど、このドンバスのこの内戦っていうのは2014年からなんですね。で、これ2016年の時点で撮影された時点で、もう8ヶ月もこの地下の中で隠れて生活しているっていう状態なんですけど、それがその後2014年から今まで8年間も続いているっていうことですよね。毎日のように空爆をしてロシア系の人たちを迫害して殺害していたのは、ネオナチだ、アゾフ大隊だということは、イタリア人のジャーナリストも取材で明らかにしています。そのイタリア人のジャーナリストは前回の動画でもご紹介したんですけど、ジョルジョ・ビアンキさんという方で、8年前から、なのでそのドンバスの戦争が起こった直後ぐらいからそのドンバス地方に行って取材を続けてきた人です。で、この人もきちんとそれ証言していました。その2014年からずっと起こっているのに誰も報道しなかったっていうことなんですよ。で、そのジョルジョ・ビアンキさんもドンバス地方に8年間取材を続けているわけですから、もういろいろなことの証言をできるわけじゃないですか。なのに、メディアからは全然声がかからなかったっていうんですね。やっぱりすごくね、ジョルジョ・ビアンキさん怒っています。なぜかっていうと、今まで8年間も誰も報道しようともしなかったのに、
急にここに来て2月24日から急に、大騒ぎになってロシアが悪いっていうことで、みんな報道を始めたっていうことで、今までのことも全部ロシアになすりつけて、報道していると。自分は全然メディアに呼ばれなかったということで、とてもね、怒っていますね。そうですよね、本当に。それで、その彼も最近になって、前回の動画でもご紹介したマリアーナさんの証言をインタビュー、独占インタビューしたことで、メディアにも報道されたんですけど、まあ、その報道された時も、もう真実を言おうとすると、やっぱりこう、妨害が入って、とても嫌な思いをしたので、もうマスメディアには、テレビには出ないっていうふうに言ってました。でも、YouTube ではね、本当に今注目されていて、今彼の発言を注目している人がたくさんいるような状態になっています。これは本当にロシア系ウクライナ人もすごく怒っているようです。なぜ今まで報道されなかったのに、ここになって急に報道してくるようになったのかっていうことで。ドンバス地方では多数派の住民は、ロシア語を喋るロシア系のウクライナ人なんですね。それで反ロシアの勢力から虐殺されてきたということなんですよね。そのウクライナの中でもう長い歴史の中で反ロシア政権と親ロシア政権があって、ずっとその中で、いろいろな抗争が起こっているんですね。で、今は反ロシアの政権なのでこういうことが起こっているんですよ。ウクライナの政府も全部今は反ロシアで固まっているんですね。なので、もちろんウクライナ国内でも、まあ、プロパガンダ多分すごいでしょうし、そのロシアを憎むようなプロパガンダの放送がすごいだろうと思うんですね。なので、一般のウクライナ人は、まあ、日本人と同じようにそのメディアだけを見ていれば騙されると思うんですよ。なので、ウクライナに住んでるからといって情報を知っているかと言ったらそうじゃないと思うんですね。ウクライナでもウクライナの中のプロパガンダがあって、今反ロシア政権になってから親ロシア政権の方はもう本当に排除されて、テレビ局もたくさん閉ざされてしまったんですって。なので、それこそもう情報の統制と同じですよね。で、私たち西側諸国が言うのは、ロシアは、独裁政治だから、情報統制がすごいと、フェイクニュースを流したら最大15年の禁錮刑になるっていう話で大騒ぎになりましたけど、西側諸国がやってることも、まあ、その Google とか YouTube の情報統制もそうですし、一般メディア、テレビとかの情報統制もすごいですし、ウクライナに関しては政府や軍が全部反ロシア勢力になってしまっているということで、こういうテレビとかでも、もうそういう親ロシアの方のテレビ局なんかは全部閉鎖されてしまったそうなんですね。なので、情報統制も激しいようです。ただでさえね、西側諸国、私たちも情報統制すごいですよね。皮肉なのが、テレグラムはね、なんかロシアのものなんですって。なので、テレグラムでは今結構言論それほど統制されていないということで、今唯一情報がテレグラムで回るようになっていますよね。なので、皮肉だなと思います。本当にね、YouTube でもこの動画も大丈夫かなってちょっと心配なんですけど、まあ一応テレビでも話されていること、イタリアのテレビでですけどね、話されていることなので、まあこの程度だったら話してもいいかなっていうことで、今お話しすることにしています。前回の動画、確か4月の13日に撮ったんですけど、そのちょうどその動画をこうやって収録し終わって編集している最中に、YouTube からメールが来たんですね。ウクライナ情勢に関する動画へのご連絡ということで、新しい規制の連絡ということで、それすぐに確認してみたんですよ。で、そしたらその情報をよく確認すると、ずっとその話してはいけないリストが書いてあったんですね。まあ、これ感染症の時もそうだったんですけど、このお注射に関して言ってはいけないことのリストがバーって書いてあったんですよ。それで、すぐにそれ確認して、見てみたんですね。あ、そうなんだって。私が、じゃあその動画の中でもすでにね、動画の収録し終わっていたので、その動画の中で、ネオナチがドンバス地方の人たちを、虐殺していたっていう発言をしたんですけど、それは大丈夫かなと思って心配していたんですけど、まあ今のところ削除されていないので大丈夫かなと思ったんです。それで今回ね、もう一度ね、その YouTube から規制されたことに関して確認してみようかなと思って、その規制されたこと、その言ってはいけないことのリストがこう並んでいたものをもう一度見てみたんですけど、そのページがね、見つからなくて、
記載が見当たらないんですよ。なのでいくら探しても見当たらなくて、ひょっとしたら YouTube の方で、このリストを削除したのかなって思ったんですよ。そこまで規制してしまうと今後何か証拠が出てきた時に問題になるかと思って削除したのかななんて勝手にいいように解釈したんですけど、まあ、とにかくその記述が今はなくなっていたので、まあなんかそのあたりは、削除されたのかななんて思いました。ということでちょっと今この話長くなっちゃったんですけど、そのドンバス地方で2014年から内戦があって、そのネオナチがロシア人住民を1万4000人も虐殺していたという事実ですね。これをロシアは、放っておけなくて、侵攻してきたということなんですね。そのことを理解しなければいけないんじゃないかっていうこと。ロシアが一方的に悪いのではなくて、ロシアはウクライナに侵攻した理由があるっていうことですね。なので、そこをお伝えしたかったこと。それからもう一つ、テレビではなかなか話されないことは、ロシアが侵攻をやめるための条件としては、ウクライナが中立化することなので、NATO には加盟しないと約束することですよね。それから、ウクライナの非ナチ化、ネオナチの解体ですよね。ここなんですよね。この部分が、この2つがロシアの今回の侵攻の目的なのに、その部分が全然話されないということ、メディアで。それがおかしいですよね。またこの情報をね、知らない人は、そんなことはロシアのプロパガンダだっていうふうに言うかもしれないですけど、私はこのね、テレビで大騒ぎになった話の直後に、まあイタリアの YouTube ではすぐにプーチンの演説な、結構40分くらいあったのかな、ちょっとはっきり覚えてないですけど、長い演説があって、それを同時通訳で訳してくれた人がいたんですね。なのでそれを聞いていたので、まあ、ほぼテレビの報道と同時に、なのでロシアが悪、一方的に悪だっていう報道は最初からおかしいと感じることができたんですけど、好戦的な人たちはね、私がこういうことを言うとロシア擁護だっていうふうに非難すると思うんですけど、私は別にロシアに味方しているわけでも、プーチンを擁護しているわけでもなくて、どうしてこういう紛争になったのかっていうのを理解必要があるっていうこと、そのためには中立的な気持ちで何が正しいのか、何が、嘘なのかっていうことを見極める必要があるっていうことなんですね。その好戦的な人たちっていうのは、私がそのロシア、プーチンにはこういう理由があって侵攻したんじゃないかっていう話もロシア擁護に聞こえてしまうと思うんですけど、まあ私が中立と言ってるのには、ウクライナを擁護するわけでもなく、ロシアを擁護するわけでもないけど、メディアは本当のことを伝えていません。だから加担するのをやめましょうって言ってるだけなんですね。自分はウクライナの旗を持つのか、ロシアの旗を持つのか、決めるわけではなくて、両方の旗を持たない、あるいは両方の旗を同時に持つっていうことをやらないと、平和的じゃないと思うんです。なので、そこをお伝えしたいなと思いました。私たち一般市民が平和のためにできることっていうのは、たとえおしゃべりのレベルだとしても、どちらかを責めるのではなく、むしろ世界を牛耳っているメディアの構造を責めるべきであって、悪いことを中にはやってる人もいるんですけど、それは部外者として外側から見守って加担するのはやめましょうっていうことを言いたいだけなんですね。ということで、まあこれは毎回毎回言ってる話なんですけど、テレビは本当のことを言っていないので、その部分の洗脳を解いて、冷静な気持ちで見守りましょうということで、ロシアが悪っていうことで、ウクライナかわいそうって、もちろんウクライナの人たちかわいそうですよ。そういう私は冷たい心を持っているわけではなくて、その戦争で犠牲になっている市民っていうのは本当にかわいそうだと思います。でも、そこに感情を動かされるのではなく、なぜこの紛争が起こっているのかっていうのを理解して、どちらかを責めることなく見守るべきだと思います。その個人個人が好戦的なマインドになってはいけないと思うんですね。決して他の人の意見とか他の人の考えを責めてはいけないと思うんですね。攻撃してはいけない。その子で違う意見の人を攻撃すること自体が好戦的なんですよね。私の動画にも好戦的なコメントを残していく人がいますけど、じゃあその好戦的な人たちっていうのは、その個人として平和を望んでいるんですか、誰かとそんなに争いたいんですかっていうことを私は言いたいんですね。その平和な雰囲気を作るっていうのは、個人個人が違う人の
違う考え方だとか意見を認めて攻撃しないっていうことだと思うんですね。自分が考えていることと違う考えの人を攻撃するっていうのは、それはもう小さな意味での戦争を仕掛けているっていうことなので、それぞれの人がそういう気持ちになったら、もうみんな、世界が好戦的になってしまうので、そうじゃなくて、私たちは、こう、平和の波動をみんなに伝えましょうということで、好戦的になってはいけないっていうことをお伝えしたいなと思いました。なので、私とか他にも、たくさんいると思うんですけど、テレビとは違う意見を発信する人に対して、かなり好戦的なコメントを残す人っていうのは、私のところだけじゃなくて、いろんなところでもあると思うんですけど、誹謗中傷みたいな形のこともあると思うんですけど、そういう人たちは本当に戦争を個人間の間で仕掛けているのと同じですから、今平和を望むのであれば、そういうことはやってはいけないんじゃないかなって私は思います。ということで、それとね、あと余談なんですけど、YouTube で見たんですけど、バイデンがこう演説終わった後に、こうやって握手を求めて、そこには誰もいなかったっていうね、映像が残っていたんですよ。だからね、大丈夫なのかなって、ボケてるんじゃないかななんて言ってね、そのイタリアの YouTuber は言ってましたけど、最近のバイデンの発言は、私はね、幼稚だなと思ってしまうんですけど、さらに、この事件これちょっとね大丈夫かなって思っちゃいました。でテレビではプーチンの体調が悪いんじゃないかっていうことを心配する声が出ていて、長い討論番組の中で話されるんですね。なんかプーチンが癌なんじゃないかとか、ステロイド剤とか抗がん剤とかを飲んでるから顔がむくんでるんじゃないかとか言って、で私くだらないなと思って見ていたんですけど、まあ、全然プーチンそんな10年ぐらい前の写真と比較してむくんでるとか言ってるんですけど、くだらないことを話すななんて思っていたんですけど、まあ、3時間の討論番組なんでね、イタリアの討論番組はそういうくだらないことも話しているんですけど、主人がね、いや、プーチンを毒殺しようとしている勢力もあるから、絶対に。それはそうですよね。プーチン毒殺して、したいと思っている人たちもたくさんいるはずですよね。なので、万が一それが起こった時の、布石を打っているんじゃないかって、すでに布石を打っておいているんじゃないかって言ったんですよ。それで私、なるほどなと思いました。そうか、そこまで考えて、プーチンが調子悪いんじゃないかって話をしてるのかと思って。それよりも私はちょっとバイデン頭が老化してるんじゃないかなって思う方が心配ですね。こんな人に世界を任せてしまっていいのか、こんな人に世界の成り行きを任せてしまっていいのかっていうのが本当に心配でならないです。今、マリウポリがロシアに制圧されて一気に状況が変わってくれたらいいなって、一気にこれで状況が終わってくれたらいいなって本当に強く望むところなんですけど、まあ、私たちはどんなことがあっても、平穏な気持ちを忘れずに、どちらかに加担することなく穏やかな気持ちで過ごしましょう。まあ、万が一のために食料をいろいろ蓄えておくことも大切だと思っています。それではまた何か共有したい情報があったらまた動画撮ります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。チャオ。